オランプド・グージュオランプド・グージュの処刑、オランプド・グージュ・オランプド・グージュは、フランスの劇作家、女優で、フェミニズム運動の世界的な先駆者である。本名は、マリー・グーズで、オランプド・グージュは、ペンネーム。フランス革命においては、すべての助権論者は、過激論者とみなされたが、彼女は、その他の主張では、政治思想的には恩賢で、立憲君主主義者であったとみなされている。 フランス革命における女性の権利の不在を求断し、共和主義者に近い立場を取りつつも、ルイ16世の処刑に反対した。タルイコールエイコールがロンル県モントーワンの近郊で、肉屋の父、ピエール・グーズと、安物の送信具の行商人の母アンヌ・オランフ、ムイセとの間に生まれる。本人は、ある貴族の落とし子であると信じていたが、本当のところは分かっていない。 1765年17歳で、モントバーンの行政監督官の料理人オーブリと結婚し、ほどなく息子を設けたが、夫には先立たれた。彼女は自身が平民であることに不満を覚えており、上流階級へ強い憧れを抱いていた。そして夫の姓を名乗るのを嫌って、母のナトクーズ、そして夫の使いていたクールグの名前を混ぜ合わせて、オランプドクージュと名乗り、パリへ移住した。 パリへ行くとオランプは上流社会へ入り込もうと画策し、その手段として金持ちの商人の目かけとなることを選んだ。モンテスソン公爵夫人など貴族の女性たちが開くサロンによく顔を出し、ジャック・ピエール・ブリッソーやニコラド・コンドルセといった政治家や作家、フリーメイソンのメンバーなどと交流した。その美貌から何人もの男たちと暮らし、資金的援助を得ていた。 彼女は1788年には8万リーブルの財を成したが、年齢的な限界を感じると、文筆活動へと転向した。オランプは、自身の署名すらおぼつかなかったため、執筆はすべて口述筆記によるものであったが、分野は、擬曲、小説、政治的パンフレットと多岐にわたり、非常に多産であった。 黒人奴隷制度を扱った1788年のザ・モールとミルザは何度も検閲や上演妨害が行われた。フランス革命勃発後はオランダで始まった女権運動に刺激を受けて、フランスでも女権運動を開始して女性新聞を創刊し、愛国募金運動、女性のための第二国営劇場の建設などを計画した。 そしてフランス語では人間を意味する言葉は同時に男性を意味するため人間と市民の権利の宣言の中の人間には女性が含まれていないと考えて抗議運動を始める。1791年憲法では実際に女性の権利は無視されていたことから9月5日に自ら17条からなる女性及び女性市民の権利宣言を書いて発表した。オランプは 積極的に演説活動を行い、記事を書き、愛国を歌った劇も書いた。彼女は、公然と、ロベスピエールやマラーを批判し、ジロンド派を支持し、求心派ながら、寛容派のダントンを称賛した。1792年12月15日、オランプは、ルイ16世紀の裁判に先立ち、元国王の弁護をしたいと、国民公開に申し出たが却下された。これが原因で彼女は、 応答派と疑われ、家には人が押しかけて脅迫を受けた。また助権慎重論を心よく思わない、革命派は彼女の行動を取り上げて、嘲笑を浴びせたが、彼女は問題にしなかった。1793年7月20日、オランプはロベスピエールらを批判するポスターを貼る、準備の最中に反革命の容疑で逮捕された。共和制、連邦制、 立憲君主制のどの政権を選ぶか、住民投票にすべきと呼びかける本を表したことによって反革命的とみなされた。11月3日に裁判が行われたが、弁護士が出席せず、代わりの弁護士をつけることを願い出たが却下され、オランプは自身の弁護を行った。彼女は無罪を確信していたが、先導的な態度や王政復興を企てたとして、有罪の判決が下り、 同日午後4時に処刑された。オランプド・グージュ広場2003年、オランプを記念してパリ3区にオランプ広場が設置された。ありがとうございます。